市バスでは新型コロナウイルス感染予防対策として効率の良い車内換気を実施しています。バス車内の換気がどのように行われているか、いすゞ自動車株式会社が行った実験動画でご紹介します。実験はスモークマシンでバス車内に煙を充満させ、換気扇を作動、車内後方の窓を開放した状態、停留所に見立てた場所で停車し、前後の扉を開放、エアコンを作動させ、どれくらいの時間でバス車内の煙が排出され換気されるかを測定したものです。実験の結果、バス車内の空気は2分25秒程度で全て入れ替わり、十分な換気効果が得られることが判明しておりますが、実際の運行では車内温度なども考慮し、エアコン、デフロスターなど空調の調整を行いながら、感染予防のため最善の措置をとっております。市バスの車内換気にご理解とご協力をお願いいたします。